ホワイトナイト22008年7月28日に行われたホワイトナイト2のロールアウトと命名の式典特徴的な平面型を持つホワイトナイト22008年12月21日に行われた VMSEV の初飛行スペースシップ2を運ぶホワイトナイト 2VMSEV の機種のデザインホワイトナイト2で使用された PW308 スケールドコンポジッツモデル348ホワイトナイト2はスペースシップ2宇宙船を発射するために使用される輸送用のジェット航空機である。これはスケールドコンポジッツによって2段階の有人弾道飛行発射システムであるティア1ビットの第1段階として開発された。ホワイトナイト2はスペースシップ1の母艦である。 ホワイトナイトの成功に基づいている。バージン・ギャラクティックは2機のホワイトナイト2を発注済みである。ホワイトナイト2とスペースシップ2はバージン・ギャラクティックが行う弾道飛行。最初のホワイトナイト2はリチャード・ブランソンの母にちなんで v m s イブと名付けられた。これは2008年7月28日に公式に公開され、2008年12月21日に 初飛行を行った。二番目のホワイトナイト2は、ブランソンの親しい友人であるスティーブ・フォセットにちなんで、VMS スピリット・オブ・スティーブ・フォセットと名付けられる予定である。ホワイトナイト2は、大型のスペースシップ2宇宙船を輸送するために、ホワイトナイトに比べて、およそ3倍の大きさがある。ホワイトナイト2は、B-29 スーパーフォートレスと、同程度の翼服である。 大きさの比較とは関係なく、ホワイトナイト2は完全に最新の航空機である。フライトコントロールケーブルでさえカーボンファイバー製の新しく特許を受けた設計である。実際の弾道飛行の前に、ホワイトナイト2は数秒間の無重力状態を体験できるプレビュー飛行を行う。ホワイトナイト2はおよそ6万フィートの実用上限高度を持つことを 意図しており、乗客にダークブルーの空を提供する。これにより、乗客は本当の飛行の前に訓練を行うことができる。ホワイトナイト2は創造機であり、それぞれの機体に2つずつのジェットエンジンを持つ。一つの機体は、スペースシップ2の正確なレプリカである。もう一つの機体は、割引料金の日帰り旅行客を清掃券へ運ぶためのものである。 ホワイトナイト2の設計は、サイズ、尾翼、エンジンの構成、コックピットの配置など、ホワイトナイトと完全に異なる。ホワイトナイトは2つの T 字尾翼であったが、ホワイトナイト2は2つの十字尾翼である。エンジンの構成も大きく異なっている。ホワイトナイト2ではエンジンを翼の下に吊り下げているが、ホワイトナイトでは唯一のコックピットの両側に配置していた。出展。 初言性能、ありがとうございます。